リビアディナールは、リビアの通貨単位。ISO4217 コード割り補助通貨はディルハムで、1リビアディナールイコール1000ディルハムである。リビア人には字にもしくは、字名と呼ばれることが多く、公式な場以外で、ディナールの名称が使われることは稀である。1951年に、リビア連合王国が独立すると、新たな国家の統一通貨として、 リビアポンドが発行されたが、1969年にムアンマル・アルカ・ザーフィー率いる商航クーデターによって、王政だと、共和制移行が実現された。王国時代の通貨リビアポンドはその後も暫定的に使われ続けたが、1971年にデノミが行われ、新通貨としてリビアディナールが導入された。主に流通しているのは50ディルハム、100ディルハム、ディナール、 ディナールの4種類。かつては1、5、10、20のカクリルハム効果も発行されていたが、現在では使われることは稀である。1971年のデノミで、リビアディナールが導入されたことにより、新通貨の紙幣として、1、5、10ディナール札が発行された。2002年に20ディナール札、2008年には50ディナール札が加わっている。ありがとうございます。